思うじゃないよ。じゃあ、ところに来させてもらおうかなと思って。
です、はい、でさっきも歌ったけどふるさととかもね、はい、あのこなみちゃん上のお姉ちゃんがあのよく音楽で覚えて帰ってくるので皆さんでちょっと童謡メドレー歌えたらなと思います。かなでさんはですねちなみにでんでん虫が好きでですね貸してもらいます。皆さんグー右手はグー左手はチョキにしたらでんでん虫ができます。今日ね、うん、こうやってやろうと思ったらちょっとマイク持ってくれる、はい、いきますよ皆さん、はい、でんでん逆にしますよ。でんでんもうちょっとゆっくりやってゆっくりでん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 むしむし。え、みんなバカにしてもらおうってことできますよね。でんでんほらできた。むしむしかたつむ DJ 教えてくださいよ。そうそうそう、せーの。でんでんむしむしかたつむ。かわいい。お前の目玉はどこにある。それでは、かなでさんが歌ってくれますので、皆さん、フーパーフーパーで盛り上げてください。歌いこう。はい。はい。この年の蔵には米が積み上げ積み上げでございます。 GAA のイエーイ。
女性、もう一つおまけに本女性。兄弟でこうやって歌えるのは当たり前じゃない、ありがたいこと。僕は小さい頃から先祖調べが好きで、自分のじいちゃんはどっから来たんかな、そのお父さんはどっから来たんかなって調べるのが好きでした。今から自分の歌を歌うんだけど、この歌を聴きながら、ああ自分のお父さんお母さんってそうやったなって思い出しながら聴いてもらえたらなと思います。先祖の歌。僕は自分の先祖調べがルーツを知るのが趣味でした。こうしてマウンテンマウスができるのは先祖のおかげだと思っていたから。父方が先祖代々漁師で、僕も漁師をすることができたから、好きな時に漁師ができて、好きな時に歌える環境、ギターがあって部屋があって、作った曲をすぐにレコーディングできて、その家はもともとおじいちゃんのお兄ちゃんが住んでいた宝の家。家のすぐ目の前に海があって、港に自分の船があって、父と網を繰りながら歌える環境、あるのは全て先祖からの贈り物。家も船も家族も親戚も素敵な近所の人たちも、遠い遠い昔から続く島で育まれた絆の証。お墓があって家紋があって、月初めにお墓参りをして、1ヶ月の出来事を報告して、今月の決意手を合わせて伝えて、先祖にありがとう、うちすげえ先祖、一人でもかけていたら僕はここにいなかった、おかげで生きてます。先祖にありがとう、うち自慢の先祖、目の前に今はいなくても見守りの眼差し存在感じています。働き続けたキジちゃんの両親夫婦で船にハワイの、ハワイに3年間、ハワイで生まれたキジちゃん、船に乗って島に帰ってきて、9人兄弟僕のおじいちゃん、力合わせて両親のためにと、少しでも親を楽させちゃうんじゃと、船を買って家を買って宝残した、励まし合って波を乗り越えて、船の上で茶会を炊いてみんなで食べて、船で宮島還元祭、出資やお参り太陽祈願、趣味が仕事の僕のお父さん、どれだけ働いても父には勝てません、わしの何倍もじいちゃんは働きよった、その背中を見続けて40年、船も海も家も島も中谷家の財産はみんなおめえのもんじゃけろと、子供の頃から言われて育ったじいちゃんが言い続けてくれた宝言葉、目の前のものは全部自分のもの、だから自分のものは全部みんなのもの、だから今も山を整え続けとる、それが先祖への感謝の行動、大自然への恩恵、数々の奇跡、先祖たちが乗り越えてくれた、わしの血にも先祖の血が流れとる、細胞が皆記憶しとる、尊敬する先祖の一部、先祖にありがとう、うちすげえ先祖、一人でもかけてみた、僕らここにいなかったおかげで生きてます。先祖にありがとう、うち一番の先祖、目の前に今はいなくても見守りの眼差し存在感じています。人生幸せます、ふらえ人生幸せます。聞いてくれてありがとうございます。今日は寄ってくれてありがとうございました。この後も素敵な方がたくさん登場します。みんな楽しんで
謝ありがとう幸せの連鎖せーのバンザーイバンザーイバンザーイよーラッキー兄弟マウンテンマウスのマーシーとワンちゃんとトラベちゃんでした。ありがとうございました。いつもお世話になっております、一心うどんの出雲です、僕たち家族は10年前に大島に移住してきました。で、10年前のね大島に来た日にですね、マーシーと出会って、マーシーの先ほど歌になってたおじいちゃんの家の離れに泊まらせてもらいながら今の家を探して見つけて住み始めました。で、僕たち、東京から来てるんです。東京から引っ越してきたんですけど、生まれは山口県の小野田市というところで、そこは結構やっぱり工場地帯なので、僕子供の頃もっと自然と一緒に遊びたかったんですけど、もうコンクリートしかないのもんで、遊べなかった。っていうの思いがあって、で子供もちっちゃかったので、自然の多い山口県のどこかに住みたいなと思って、でですね、井戸水で薪風呂のところに住みたいっていう思いだけあって、で家を探してたら今入らせてもらってる坂本さんの坂本正夫さんって方が住まれてた家が井戸水薪風呂で、もうこれはもうここしかないなっていうことで、もうそこに転がり込んでもう10年が経ちました。で、それで大島にいながらちょっと作った曲を聴いてください。ちょっと小説のような文章のような曲なので、さらっと聞き流してもらえれば。忙しく君を待つ、うどくゆえに言葉つまめる、雲かかる文殊山の水が流れる、昨夜は静かだったが、立ち込める沸かす風呂の焚き火煙で、眠るまで絵本2冊読んで聞かせて、ここはハワイ、瀬戸内のハワイ大島、みかんアロハうまい魚夜はサタフラ、ここはハワイ、瀬戸内のハワイ大島、アロハうまい魚夜はサタフラ、さっきまでは静かだったセミが鳴き出し、また晴れるのかと思うとそれはそれで少し寂しい、この場所も水や風と神の住処で、四季を通し様々な命肌で感じる、虫刺され赤く腫れてとても痒くて、手が伸びる気持ち抑えかの気持ちになれ、湯気が立つ山も少し雨で冷やされ、霧となり頭隠し歌や絵となる、瀬戸内の夏の終わり、横目で見る海水浴の客足はすでにまばらで、私雨の大島は好きよと彼女は言う、カーステレオからはキューバの音楽が流れる、ここはハワイ、瀬戸内のハワイ大島、みかんアロハうまい魚夜はサタフラ、ここはハワイ、瀬戸内のハワイ大島、みかんアロハうまい魚夜はサタフラ、目が覚めると雲も晴れて久々の夏日か、ようになく蝉の声は遥か遠くに、もう終わりなのか本当にそれでいいのか、あとはキンキンに冷えた
スイカをぶっ倒れるまで食べるだけだ。終わり横目で見受け流し、軽い気持ちで筆を取った8月の終わりに、今年は本当に暑い暑い暑い夏だったな。迷いどころを